皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座全体構造消費者、行政分野公式テキスト1ユニット1の講義を始めたいと思います。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。じゃあ皆様ですね、まずご用意していただきたい教材の方を申し上げます。はい、こちらプレゼンターちょっと大きく映っておりますけれども、はい、公式テキスト1ですね、こちらの方をお手元にご用意いただければというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。で、この試験のですね、概要を少しご説明の方させていただきたいと思います。はい、こちらちょっと見てください。この収録している最中にはですね、まだですね、試験要項の方が出ておりません。皆様これ4月のですね、中旬以降に出るということなので、そちらの方で確認してください。私の収録これ4月の上旬ですので出ておりません。リーフレットです。リーフレットは出ておりますのでね、こちらの方になります。試験の方ですね、申し込み期間とか間違えないでくださいね。あとは一次試験の方はもう皆さんご存知のようにですね、パソコンコンピューターの試験になります。はい、でこの中から選べます。よろしいでしょうかね。はい、であと試験科目なんかも皆さん大丈夫かなと思います。はい、あとですね、二次試験こちらの方も、論文試験これは12月10日こちらの方は開けていただく形になるかなというふうに思います。はい、詳しくはですね、皆さん、ね、受験要項試験要項の方でご確認いただければというふうに思います。よろしいでしょうかね。でもしパソコン試験ですね、コンピューター試験慣れてない方はですね、ネットや何かで検索していただいて、この試験というわけではないですけれども、まあ、体験みたいな形で、ネット上で転がっておりますので、そちらの方で CBT 試験ね、見ていただいてもいいのかなと思います。一回ちょっと慣れてない方ですね、ネットや何かで拾っていただいてもいいのかなというふうに思います。はい、あとですね、皆様に少し参考程度にご紹介したいものがございます。こちらですね、はい、暮らしの豆知識2023年版というものになります。皆様公式テキストを少し見ましたかね。公式テキスト少し言葉が難しいです。でこちらの本なんですけれども、国民生活センターが出版している本で、暮らしの豆知識というものです。定価の方が550円です。でこちらちょっと中身はですね、お見せすることはできないです。著作権の関係がございますのでね。ですけどこちらの方非常にいい教材になっております。原則見開きですね、見開いていただいて、はい、2ページで1個のテーマが完結しています。分かりやすい文章で書かれています。で大型書店やなんかでは、売っておると思います。またですね、こちらの方なんですけれども、ひょっとしですよ、絶対ではないですからね、気をつけてください。絶対ではないですけれども、こちらの方なんですけれども、ひょっとすると皆様がお住まいの自治体様の方でですね、まとめて購入して一般市民の方にですね、まあ、配布なんかをしている場合もございます。絶対ではないです。予算を取って自治体がですね、まあ、国民生活センターから買い上げて、そして自分たちの市町村のロゴなんかを入れて、配布してたりする場合がございます。もちろんですね、配布してないところもありますし、先着中のところもありますので、絶対というわけではないです。私が住んでいる自治体に関しては、こちらの方毎年ですね、部数制限ありますけど配っておりますので、まあ、市役所とかそちらの方でも手に入るかもしれません。絶対ではないです。確実に手に入るのはですね、大型書店やなんかに行っていただくといいかと思います。でこちらすごくですね、分かりやすい文章、それから、持ちやすいです。ですからこういうのですね、空いてる時間やなんかに読んでいただくというのもいいかと思います。論文対策にもなるかなというふうになります。こちらですね、暮らしの豆知識、ちょっと中を見せることができないのはちょっと申し訳ございませんということになります。はい、じゃあ皆様ですね、ぐたぐたしてても仕方ないんで、この公式テキスト1のですね、をご用意してください。で今から授業の方なんですけれども、公式テキスト1を見ながらやや早口で説明していきます。こんな感じです。で聞き逃したところはですね、こちらの方皆さんウェブで見てらっしゃるので、止めて聞き返したりね、してメモなんかをしてください。これ脳トレの先生、私が言ってたわけじゃないんですけども、脳トレの先生がおっしゃるにはですね、手を動かさないとですね、動かすことによって脳が働くということです。ただ聞いてるだけでは脳は働かないということで、まあ、偉い先生言ってらっしゃるので、多分その通りだと思います。だから皆様はですね、このテキストですね、こちらの方テキストやなんかに、まあ、メモしながら、ご自身でねメモしながら聞いていただければいいかなと思います。私の顔なんか見ててもですね、全く面白くないですから、
皆さんは聞く感じですね、聞いてメモする感じでやっていただければいいかなというふうに思います。あとですね、まあ勉強なんですけれども、例えばこちらの方ですね、どこでもいいんですけれども、こう見ていただくと下の方にですね言葉が載ってるんですね。例えばこれ51ページの下の方に人間形成とか、この言葉が下の方に消費生活センターとか、この辺に言葉が載っております。ちょっと私のメモ書きがあるんですけど、こういうですね、ちょっと言葉がこう載っておりますね、はい、テキストにですね。でこういうものがですね、昨年の教材ではキーワードという形で載ってたんです。で今回はキーワードという字がないんですけど、こういうの中でわからない言葉やなんかがあったらですね、ご自身でパソコンやなんかで検索して調べるといいかなと思います。調べるのに時間かかりますけれども、急げば回れじゃないですけども、自分で調べることによって周辺知識も身につきますし、関連用語なんかも自然と目にすることになりますので、意外とこういう自分でわからない言葉は自分で調べていただくというのは、すごく大事なのかなということになります。それからですね、皆さんもですね、この合議3時間、公式テキスト1について3時間お話をさせていただくんですけども、もう視聴したらですね、はい、過去問の方を解いてみてください。これテキストを全部読んでから問題を解いていたんでは、皆さんのですねお勉強する時間がございません。テキストの範囲が全て出るわけではないです。したがって私の方でですね180分ですが、テキストについてポイントを絞ってお話しますね。そしていきなり過去問を解くよりは辛くないと思います。いきなり過去問を解くと結構ですね、わからない問題が多くて辛いと思いますので、あくまでも180分ですね、聞いていただいて、そしてテキストは過去問を解くためのサブテキストというような位置づけでください。メインはやはりですね、担当の過去問集、レックの方からですねある過去問集と解説集になります。こちらの方をメインに使っていただく形になります。あくまでもですね、こちらの方、今回の全体構造は皆さんが問題を解くために、いきなり問題を解くと困らないようにするための予備知識という形になりますので、よろしいでしょうかね。まあ、あのテキストを全部ね、隅々まで読んでいただいてやるということはやめていただければと思います。はい、じゃあ、長くなりました。これでもうね5分以上経ってますので、せっかくの時間もったいないんで、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。じゃあ皆様ですね、はい、じゃあ公式テキスト1の方ですね、こちらの方をご用意してください。はい、じゃあ始めていきたいと思います。じゃあまずですね、見開いていただきたいのは13ページですね。全部話せませんので13ページの方を開いてください。はい、私もちょっとテキスト目通しますので下の方向きますけれどもね、皆さんは、私の顔を見ても仕方ないんで手を動かす感じです。はい、でまず13ページ見ていただきたいんですけど、括弧1のところですね、はい、消費者 主権という言葉がございます。こちら下の方、これキーワード、昨年キーワードという形で載ってたんですが、こちらの方にも載っております。はい、消費者が市場で決定権を持つことというような形でですね、こちらの方出ております。こちらの方とても大事です。消費者は王様というような言い方もございます。消費者が何をどれだけ買うかは完全に消費者ですねの自由な意思に基づいております。これらが、これが企業の生産体制を決定するということです。まさに経済活動の主権者は企業ではなく消費者ということを意味しているということになりますね。つまり消費者主権、こちらの方が大事な言葉、消費者は王様だということになります。少しね押さえておいてください。じゃあ次13ページ括弧に8つの権利と5つの責任というところ、タイトル分かりますか？13ページ括弧2と緑の字で書いてあります。皆さんついてきてくださいね。はい、8つの権利と5つの責任という形ですね。この責任というのは義務とほぼ一緒イコールだと思っていただければいいかと思います。タイトルのところですね、責任は義務だということですね。義務とほぼ同義だと思っていただければと思います。はい、で左側見てください。はい、この場合2行目、もともとはというところですね、分かりますが、括弧2の2行目ですよ。もし皆様ですね、探せなかったら止めてください。ね、止めて、ください。一時停止ボタンとかでね。はい、いいですかね、2行目。もともとは1962年ですね、ケネディ大統領が、言った4つの権利。これちらが出ております。まずこれが大事です。まずケネディさんが言った4つの権利ということになりますね。で、こちらの方、教書の中で言っとるんですけど、括弧1、括弧2、括弧3、括弧4ということである。ありますね。でここはまあ読まなくてもこう書いてある通りです。よろしいですね。で英語の部分まではいいということになります。まずはケネディさんのところですね、しっかり4つの権利という形で
押さえていただければと思います。はい、で次がですね、14ページ見ていただきまして、これも左側ですね、14ページの左側見てください。はい、2行目のところ、1975年にはフォード大統領が第5の権利として消費者教育を受ける権利を追加したというところになっております。これよろしいでしょうかね。はい、ですからケネディさんが4つ言った後に、その後にフォードさんが消費者教育を受ける権利を言ったということになります。でお気をつけいただきたいのは、お分かりいただけるようにケネディさんは消費者教育を受ける権利のことを言っておりませんので、はい、ここはぜひ間違いなく、フォードさんが追加したということです。でさらにという形になります。分かりますかね、はい、14ページのその後ですね、見ていただきますと、フォードさんの後ですね、3行目の後ろの方ですね、1982年ですね、国際消費者機構、これ CI というものになります。今日もたくさん出てきます、これね、 CI ですね、コンシューマーインターナショナルですね。こちらの方が、3つの権利を加えて8つの権利という形でまとめ上げたということです。ですからケネディさんが4、フォードさんがプラス1、そして3つ足していただいて CI の、8つの権利ということですね。じゃあこちらの方どこに載ってるかというとですね、はい、14ページの上の図表 1-2 ということになります。いいですかね、早口ですから皆さんね、遅くしてもらってもいいですよ。私の講義ですね、どちらかというとですね、多くの方おっしゃるんですが、早回しじゃなくて遅く聞いてる方もいますので、遅くしていただいても結構です。遅くして聞いてください、はい、じゃあ8つの権利ですね、こちらの方載っておりますから CI のところですね。でこの、米印がついてあるのがケネディさんになります。いいですかね、まあ、見ていただければわかるかなと思います。この辺のところをも押さえておいてください。それとですね、5つの責任というのが載っております。図表 1-2 です。14ページですね、こちらですね。でまずどちらが主権的に大事かというと、基本的には権利の方が大事です。いいですかね、責任というよりは権利の方が大事だということです。まずは権利の方をしっかり押さえていただくと。で頑張れる方は軽く責任の方を押さえていただければいいかなということになります。いいですかね、責任もあるよということです。じゃあ日本の話もしなきゃいけません。じゃあ日本の話はじゃあどこに出てくるかというとですね、はい、14ページの右側です。続きの方ですね、右側になります。図表 1-2 の下のところになります。はい、この1行目から4行目分かりますか、右側ですよ、右側の方の、14ページですね、はい、1968年ですね、消費者保護基本法というのがあります。消費者保護という言葉が入ります、はい、この時はですね、消費者の権利が法的根拠を、持ってないんですね。持つようになったのは2004年の消費者基本法です。いいですかね、ここねよく出る法律なんですけど、最初は保護という言葉が入ってました。で2004年になって保護という言葉が抜けた基本法です。いいですかね、で消費者の権利が初めて法律の根拠として置かれたのが2004年ということになります。はい、私みたいなですね、時事からするとですね、2004年というのはごく最近なイメージです。まあ、皆様聞いてらっしゃる年代の方によっても違うと思うんですけど、2000年代というのはまさにね、もう20年経ってますけど、私にしてみるとごく最近ということです。はい、初めて基本法の中で消費者の権利が明記されたということです。権利といってもですね、必ずしも全部法律に根拠があるわけではないんで、まあ、2004年に初めて。いいですかね、消費者保護基本法の方では権利の明記はなかったと思ってください。まあ、ごく最近だというイメージでもよろしいのかなと思います。はい、いいですかね、この辺のところしっかりと押さえていただければと思います。で14ページの括弧3、タイトルのところですね、消費者市民社会というのが出てきています。で消費者市民社会の定義については15ページのところのですね、はい、左側ですね、3行目、2行目の終わりからかな、消費者市民社会とはという形で載っとるんですけれども、ここはまたですね、後の方で少し詳しめにお話をさせていただきたいので、ここは割愛させていただきます。はい、じゃあ次第2章として我が国の消費者問題とそれをめぐる動きというのがあります。ページで言うと17ページに該当するところだと思います。公式テキストの17ページタイトルのところですね。でこちらはですね、簡単に言うと今まで起きている消費者トラブルがまとまっているだけということになります。でこちらをですね、1から順番に読んでいくというのはなかなかさすができることではないです。眠たくなってしまいますのでね、まあ試験問題に出てきたところを中心に、まあ読み返していただくというような形でいいかなというふうに思います。ただ少しだけですね、皆様にですね、ご指摘したいことがございます。20ページご覧ください。
公式テキスト1の20ページのところですね、こちらの方をご覧いただければと思います。はい、で20ページのですね左側ですねいいですかね、はい、こちらの方見ていただきますと上からですね17行目ぐらいですね真ん中ぐらいになります。はい、このようなことを受けというところがあるかと思います。段落が一つですね下がっております。真ん中ぐらいのところ探せない方はポーズボタンを押してくださいね。探せない方ね時間もったいないですから、はい、20ページ左側真ん中ぐらいこのようなことを受け1968年、先ほど申したですね消費者保護基本法ですね、これが行政主導の消費者保護の理念が導入ということになります。あくまでも行政主導ですね、よろしいでしょうかね、消費者保護です。つまりですね、まあ、言い方すごくですね語弊があるかもしれませんけど、当時はですね消費者はまだまだ未熟だからということで、ちょっと言い方悪い、ちょっと言葉悪いですけど、まあちょっと言っちゃいますとね、消費者はバカだから行政が守ってあげなければならない対象だ、保護 しなきゃいけない、まあ、子供みたいなイメージだと思ってください。行政の方から上から目線で我々消費者はねまだ未熟で、だから我々 行政の側がですねしっかり守ってあげなきゃいけないという、そういうイメージですから保護という言葉が入っているということになるわけですね。で先ほど申したように2004年になって社会が成熟してきます。我々消費者もどんどん賢い消費者になってきております。ですから、消費者基本法の中では消費者の権利という話が出てくるわけですね。いいですね、消費者保護基本法には、権利の明記まではされておりませんということになります。じゃあ事件の方ですね、少し簡素版で見ていくと全部見ておりません。21ページ見てください、3のところ見ていただきます。21ページの3左側でしょうかね、偽牛肝事件ですね、こちらのよく試験に出る事件になります。で消費者事件が起きるとですね、法律を改正したり法律を制定したりするケースが多くございます。この偽牛肝事件というのはですね、はい、これ昔の事件なんですけど、この試験よく出ております、好きで、はい、東京の主婦の方々がですね、はい、牛肉の大和煮の缶詰に、ハエが生えてたとしてですね、まあ、保健所に持ち込んだと。で都のですね衛生局が調べたところ、ラベルには牛のマークがあったにもかかわらず、実は当時はですね、今高いですよ、安かったですね、鯨肉、クジラの肉や、ね、馬の肉なんかがあったということです。で結局これで問題が起きて、これが1962年の不当景品類及び不当表示防止法、まあ、景品表示法っていうんですけどね、これまあ後で言いますという法律の、制定のきっかけになった。つまりこの偽牛肝事件から景品表示法という法律のきっかけになったという事件になります。こちらの方ね、ふーんと思っておいてください。もう一つ取り上げるとですね、4で金見油症事件という形になります。これも選択肢やなんかで出てくる事件で、非常にまあ大きな、事件、衝撃が走った事件ということです。1968年、小倉ですね、北九州の企業の話です。でこれはですね、一言で言うと国内最大規模の食品公害と言われております。食用のですね、これ米ぬか油の中に PCB というですね、まあ、物質が入っちゃって、でこれを口にした方から、まあ、皮膚に異常とかね、疾患なんかが出てきたんですけど、内臓のですね、で赤ちゃんが生まれたのがですね、これ黒い赤ちゃんということで、非常に社会的に大きなショックを与えた事件ということです。健康被害を訴えた方ですね、1万4000人もいて、今なお健康被害で苦しんでいる方がいらっしゃるということです。原因は PCB が配管から漏れて米ぬかの方に、ね、混入したということになった、非常にこう、痛ましい、消費者事件だったということになります。はい、でもう一つぐらいちょっと見ていただきたいのは25ページ1トヨタ商事事件という形になります。はい、でこちら25ページのですね、はい、右側ですかね、25ページ右側に見ていただきますと、当時からですけれども、まあ、1985年なんですけど、まあ、高齢化社会の到来によって、まあ高齢者の方が不安を抱いたということですね。で少しでも貯蓄を増やしたいということで、金の延べ棒を買ってはされたんだけども、結局はこれは紙を、ね、少々渡されただけであって、そのトヨタ商事の会社の中には金の延べ棒が入ってなかったという、これペーパーカンパニーと言われる、ペーパー商法なんて言われたところですね。これなんかが、問題になったということになります。はい、
まあ、あの他にも紹介したのありますけど、これだけでですね時間食っちゃうのはもったいないですから、まあ、あの試験の問題の中で出たとか、いうところを中心に少しお話をさせていただいたということになります。